よっしゃ、お、かかった、よし、近い、やばい、お、でかいぞ。はい、こんばんは、村岡正典です。今回のマサッチ釣りチャンネル、ランカーシーバスを狙ってみた企画でございます。今回のゲストは東京の誇るシーバストッププロ、大野由紀さんです。はい、こんにちは、大野由紀です。よろしくお願いします。去年秋はね、めっちゃ渋い時に来てもらってそうですね、で今回同じような潮回りだけど今年遅れたから、はいはいはい、もしかしたら今日はいいかもみたいなね、日に当たりましたんで、早速ね、地合いだよね。もう地合いですね、風もいいですね、風もちょうどいいんじゃないかな。さっさと釣りをしたい方がいいかなって状況でございます。はい、スイーツはまだいいんですか。スイーツね、大野由紀といえばスイーツなんだけど最初スイーツ食べてからの予定だったんだけど、ちょっと前の予定を押して、こんなが入ってんだですね。保冷力抜群の保冷力抜群です、ね、台湾のクーラーボックスに、はい、間違いないです安心です。じゃあ釣りして、うん、ね、まず釣りですね。じゃあなんか釣ってから行きましょう。終わりました、はい、じゃあ釣ります。はい、はい、じゃあ早速ここはね、東京湾の河口エリアですね。一級河川の河口ですね。はい、めっちゃ流れてますけども、もう地合いです。地合い、何からいきますか。新編からいきます。新編マリブ、どんな感じか分かんないんで、マリブバンクからいきます。バンク使ってみたかったんだ。とりあえず投げてみます。はい、この春ね、出てもらった時話してた、そうです、大野由紀のニューブランド第1弾ルアーですね。言えるそう、ポップコーンですキックザカンクルーみたいな名前だったよね。まあ、ポジドライブガレージみたいなもんですね。ポップシークルーです。ポップシークルーのバンク 82S 新編。どんな動きすんの。あ、結構沈むのは早い、ね、あ、でも明暗で流せるぐらいの。そうですね、でももうだいぶ流れてるね。さあ、じゃあ早速投げてもらいましょう。いいっすか、もう投げて。どれぐらい開発してたの。2年ぐらいやってましたね。2年やってたんだ。その工場側もなんかいろいろ立て込んでて、うんうんうん、コロナ禍でなんかパンクしてたりもして、 そうだね、そんな中でやってもらってたんで時間はかかっちゃいましたね。あ、でもそのおかげで最後の最後ちゃんと詰めることができたんで、細かい、ほんと細かいとこですけど、うんうん、うまくいったかなと思ってます。うんうんうん、一番釣ったフィールドはやっぱ川ですね。基本的に流れのあるところをターゲットにしてたので、うんうん、川の中と、あと港湾でも釣ったな、うんうん、福岡なんかだと港湾でも結構釣ったんで、ある程度飛距離を出せるようにしてるんで、うん、飛距離出すとどうしてもこう風に影響される割合が多くなるじゃないですか、うんうん、ラインがそれだけ出るんで、まあ、そこのデメリットを補うようにしてつけたのがリップなんで、なるほど、うまく機能してます。でサイズ感も、あ、もう小さい分類ですけど全国的に使えるようなサイズ感で82ミリに一応まとめたので、さすがにね、秋のハイシーズンででかいの狙いみたいな感じだとちょっと物足りないんですけど、うんうん、まあ、それ以外のシーズンだったら、まあ、全国的に使えるようなサイズ感。この間の品川でもみんな狂ったようにあれ初出店、初出店ですね、のテント、初使用、初使用で、あんなテントが高いと思わなかったメーカー作った人びっくりしました。最初ビビるのがあのテント、ビビりましたね。テントで資本金のね、一定の割合が飛んでいくはと思うでも1年間あちこちで使うんだからって言われて、確かにあれはいるなみたいなね。そうですね、色使うとまた高いんですよねそんなって。あ、でも一回作っちゃえばブルーブルーも11年ずっと使ってるし、あ、まあ、それぐらいの耐久性があれば、まあ、壊れないから。スネコン130の HS 激しく沈む、はい、で今日誕生日の人の折からです。お、忘れてた、そうすごいな。今日は皆既月食なんだよね。まだあとちょっと、もうちょいですね。もうちょいだね。皆既日食と違って時間かかるよね。うん、うっすら見えんだよ。
昔の人は怖かっただろうな。月がっつって、よっ、来たー、来ました。いやー、流れが早い。流れが早い。あ、外れた。外れて根に引っかかっちゃった。よし、外れた。いや、本当浅いですね。浅い、うん、思ったより浅い。多分シャローランナーみたいな一番出るんじゃないかな。ここはどんなルアーで実績があるんですか？一番はシャローランナー系、水面直下。水面直下でも全然出るんですか？うん、結構出るな。去年の秋は大御所の人たちがガボッツ150みたいなのでバコバコ出してたね。なるほど。やっぱ上だね、上。潮が引くのが早い、ちょっと。じゃあ私、ルアー買います。ちょっと表層アピアのバレーヌですね、バレーヌ。浜さんがバラシーマクールなバレーヌで1分間に5、6回出てなかったで、全部外してね、何やってんですかって戯れてる。誰がってわけでもなく、みんなが考えて、このやり方がいい、このやり方がいいって、少しずつ進化してこの結び方になって10年ちょっとかな。それまでは もっと違かったり、もっと弱かったり、結びこぶが大きかったり。惜しくた、あー、乗らない。だからあまりにも結びこぶ大きいんで、リーダーなんかつけないって人も昔は結構いて、うん、トラブルから。当たった、当たったけどかかんなかった。カカラーヌでした。そんな名前乗るのあったら嫌だね、カカラーヌ。どうですか、ポップシークル第2弾、カカラーヌ。カカラーヌ、縁起悪い。当たるんだけどね。当たるんだけどね。その次の言葉が分かっちゃいますね。すげえ当たんだけどこれつって。針つけない時が一番釣れるルアーとかね。うん、 GT とかね、ヒラマサみたいな、もう少し目のいい魚釣ってると針がないとバンバン出るんだよね。こんなに食うんだってくらい食うけど、針つけた途端やっぱよく見ちゃう感じで、あ、こんなに針に違和感があるんだなってすごい思うけど、鈴木はあんまりそこまで感じたことないかな。かからんだ。お、かかった。でかそう、でかそう。切られる、切られる、切られる。そんなに急いで巻かないとやばい。その手前の背を取れないと、ね、全然その地形の感覚が分かってないんだ。60。これカカラーヌでしたっけ、マドレーヌでしたっけ。ハズレールです。ハズレール。バレーヌ、バレーヌです。バレーヌ、レーヌ。おお、いい魚。体感あるね、いい。カワスズキ、はい、後ろ、重い。いい魚。おいえい、よいしょ。おー、いきなり70近いんじゃないこれは。いや、太い。太いね、バレーヌ。いや、パズレーヌでした。じゃあバレーヌでいいんだよ。バレーヌでした。さすがスイーツ男子だな。ヌといえばマドレーヌなのね。ヌといえば、そうですね。あの、手がガサガサすぎるんで今ヤスリで削ってる。釣りするともうガサガサになっちゃうんで。なんでこれやるかというと、 P ラインがね、刺さくれちゃうんですよ。なるほどね、確かに。太いね、いい魚。70ジャストかな。70ジャスト、いい魚。いい魚。対抗があるもんな、もう。さあ、ランカーには届いてないけど70。気持ちいい、うん、よし、
ます。バイバイ。あ、もう全然元気。さあ、いいね、いますね、魚。悪い、ブツブツ。ああ、なんだ。皆既月食のせいだな。それはあるかもしれないな。バレーね、やりましたね。70センチ。浜さん、イールは作る。表層、ただ流しで。どっちだろう。それはダメって言ってるの？いやいや、面白いなと思って。ネーミングセンスが。そうだね、アピアにしては初めて遊んだなっていう。いつもかっこいい、ギリシャ神話から名前とか持ってきたりするようなメーカーなのに、どっちかといえば邪道とかが出しそうな名前。バレーに、はい、ということで邪道の兄さん、兄さん本当つれんだよ。同じです。バンクバンクね、ティッシュバンクからインスピレーションを受けた魚礁ですね。魚貯めちゃうんだ。俺がね、50歳ぐらいになるとだんだん見えなくなるんだけど、見えなくても長年の過去の経験でやるって感じ。見えてないけど多分こうっていう、散々やるからさ、何十年も釣りしてると多分こうなってるはずみたいな。あれ、昨日雨って降ったの？降ってないですね、結局。結局予報外れて降らなかったんだ。昨日がすごい結構まとまった雨になるっていうんで、急遽予定変えて、一昨日めちゃくちゃ疲れてるのに無理やり行ったんだよね。そしたら、まあ、潮は良くてボコボコボイルしてた。ここもドカッパリも結構釣れてたんで、今日一転してあんまり、まあ、まだそろそろ地合いってところだけど、バンクはもう完売ですか？そうですね、お店によっては多分そうなってるところもあるんじゃないかなと。メーカーは完売。あ、そうです。すごい。2回目の出荷もありがたいことに、ね、なかなか初回生産からいきなり全部完売しちゃうルアーメーカーなんで、なかなかない。じゃあもう在庫に怯えるとかしばらくなさそうね。それは今のところ大丈夫だと思うんですけど。やばい、もうすでに発売してないルアーに頼るなって、また達郎に怒られるけど、アイザン。今日は確かにちょっと渋いな。雪が来るっていつも渋いな。なんで？お、だいぶ暗い。赤くなるんだ。天文賞だね、赤い月。この秋はどんな釣りしてた？最近はガルバストロングの釣りを昼間やったり。あ、見た見た。夜も行きたいんだけど、うん、寝ちゃったり。あの昼間のガルバストロングの釣りは、はい、ピンの魚をトップで出して釣ってるから。両方です。ピンのその強ついたのも、強脚についてたり、そういうストラクチャーについてるやつと、オープンのベイトについてのも狙ったり。はい。だいたい何時間ぐらい釣りってんの、1回の釣りで？1回の釣りやっぱ 4,5 時間は行きますね。あ、 4,5 時間。じゃあワンクール 2,3 箇所？ 2,3 箇所ですね。でちゃんと釣っちゃうんだ、あんなでかいの。今その開拓っていうか、ポイントは知ってるんだけど、うんうん、タイミング開拓みたいなずっとやってて、うんうんうん、その時間帯誰もいなくて魚がいて出るみたいなところが結構いっぱいあって、それが楽しくて今ちょっと開拓してます。といえどね、時間ずれたら誰もいなかったりね。じゃあやっぱ一般的に釣れないって時間帯でも出せたりとか、それを開拓してるの？いや、まあ流れが効いてる時間帯は流れが効いてる時間帯なんですけど、うんうん、まあ、なぜかその明るい時間誰もいないみたいな、うんうんうん、なんでこんなにいないんだろうってぐらい誰もいないんで、なんかちょっと情報が偏って、そうですね、一箇所にガーッと集まってるじゃない、うん、情報が出たところに、はいはい、それ以外のところいなかったりするよね。いないですね、全くいないんで、全部やれるみたいないつだって大野ゆきの時代。うわー、これ終わっちゃったかな。無事だろう。いやいやいや、
一昨日はこれの1時間前ぐらいバックバックだったんで。ああ、じゃあそんなにこのタイミングでいいはずなんだけどな。そんなにずれてないですもんね。そうなんだよね。まあ一番流れてる時間でしょう。なんかさっきは昨日雨すごい降ったのかなと思って、一雨でねこうやって渋い時あるじゃない。はい。うわーライズさん、でもライズさん出た。全然真正面ぐらいですか。真正面だった、ね、ライズが始まりました。面白い。なんかさ、もうあダメだないないなとか言った瞬間出たりしないとか。めちゃめちゃする移動しようっつった瞬間ボーンって映れた。それこそかかるもんね。おお面白い。本当にこっちの話聞いてたかのように帰ろうかなって思った瞬間出るとか。なんだカッパリの人が勝てた。すごいな、地合入った瞬間。あー本当ださすがの、ほら結構いいサイズ、パンバーンってライズ出た瞬間にカッパリの、なんだろうね、一斉にあえてスイッチ入るもんね。ですね。群れる場所でやってるとよくそれが分かる。まあ群れがね降りてきたタイミングなんでしょうけど、これやっぱ入ってきたのかね。入ってきた、確実に入ってる。惜しくた、おお。ああそんなサイズじゃない。ああ取れた取れた取れた、ごめんごめん。針が伸びた。いや今合わせを入れずに多分浅くかかった状態でぐりぐり引っ張ってきた。今ビロンビロンでございます。昔さインターネットの釣り大会の日があって、インターネットじゃないリアルで釣り大会があって、土曜日の夜オールナイトで釣りして朝集合っつって、で俺とゆきも出てよく2人で優勝準優勝とかやってたんだけど、ある日この川の上流の方でね俺が入って結構当たってたのバカバカ。そしたら対岸もボッコボコつってていちいち光るから、あいつも絶対大会参加者だろうなと思ったら勇気でその時俺が負けた、ね、惜しくも2位で。じゃあ1位3位だった。あそこは杭があってかけた後めっちゃ難しいの、ね、その代わりまあ杭があるおかげで魚が多い。そうですねそういう場所で私は安全を選んだがために負けたってことです。魚降りてきましたね。よっしゃ、さすがだいぶ表層なんですね。うん、なんか上でばっかり食うね。何食ってんだろう。非常に大丈夫。よし、どうサイズ感は。おおピヨンって出てきたピヨンって出てきたピヨンって出てきた。よいしょ、えいなーす。いや綺麗な魚だね。綺麗な、傷一つない。おお、森さんにいて直してもらわないと、はい、そうだね使い込みすぎ。ああ外れる。ここにボガがあるんで。ああこれでもいいよ、イルカさん。わお絶対捕まる。やった、はい、ランク。あ、これはランカーないな、測るまでないですね。65ぐらいですね。あでも綺麗な魚。でもなんかアベレージが良さそうなんで、ね、どっかのタイミングで混ざる可能性はありそうです ね。さあどんどん狙っていきましょう。よし、レトウ、いやいやもう風ないのがいいよこれ。すごく釣りがしやすいね。マリーナ出るとき結構吹いてたのに、うん、あもう変わらないね月。あれ全然変わってない。もう一番暗いところが過ぎたのかな。昔の人は何だと思ってたんだろう。いや血で染まったみたいな感じじゃないですか、ね、え絶対いいことっていうよりは悪いことが起きる方に考えてたよね。絶対不吉な。まさかね、38万キロも離れた岩の塊が地球を回ってるなんて思ってもなかった。自分が何を投げてたかすら分かんなくなってた。何だと、ああ、
針を戻して、そうそう、アイザーですね何も考えずないです。小野さん釣れた、よかったみたいな。そしてさ、魚が入ってきたって言ったじゃん。はいはい。でもあのおかっぱりの距離からこの辺とか、ちょっと後ろも同時にライズしてたけど、まあ 200〜300m あるじゃん。はい。それってどういう感じ、こう広がって入ってくるってこと？ベイトと一緒に下ってくるんですよね。下ってきて、じゃあそれぞれ散ってるかスクールなのかだと思います。でそれなりの規模で、密度は分からないけど、うんうんうん、それなりの規模で入ってきて、やっぱ同じタイミングでわーってくる、そんなイメージ、ね。まあ、普通に釣りしてるとあからさまにそれが分かるんですね、うんうん。ベタナギの日だとベイトの波紋がちらちら見え始めて、うんうんうん、そうするとボイルが出始めて、うんうん、でどんどん下っていっちゃうんですよ、うんうん。明暗とかでやっててもそれが消えるともう魚に触んなくなっちゃうんですよ ね。明暗も一回つくけどまた行っちゃう。あ、もう抜けるですね、どんどん抜ける、でまた新しい群れが降りてきて一時的について釣れてまた抜けるみたいな。なるほどね、そういうイメージでね。すごいどんどん行くですね。だそれの上から下ってくる頻度が高ければ高いほど地合いが長くて、うんうんうん、それが少ないほど一瞬で終わ る、 なるほど。めちゃめちゃ分かりやすい。今の群れはもうすでに去ったかな。どれぐらい上がるんだろうな。自分で分かってる範囲で追っかけた時、普通に10キロぐらいこの城は上がっていくのを見たけどね。あ、何ですか、あるわ。ガルバストロング。ガルバストロング、大きい方だ。大きい方ですね、ストロング。もう本当上水面ギリギリ引ける身辺って感じ。上がいいんですよ多分ね上がいいし、これで釣れればでしょってなるけど、そのサイズ感だよね。そのサイズ感がいい気がするな。なんだろう、なんかいるんだよね。バコーンってライズしてるってことはね。うん、やべ、そうだ、聞いちゃった、聞いちゃった変なとこかかっちゃった、やべ、外れてからかかったの、口の周りに。寄ってきて、寄ってきて、あのね、走りやすいとこにかかってるんで、上手に走らせると切られちゃう浅いとこがあったんで。うお、でも、お、いいんじゃないですか。いや、でも8じゃないな、うん、今1個外れたブンってグンってブンってなわかります。あ、大丈夫です。あ、70だな。よっしゃー、ありがとう。これあんじゃないですか。どうかな、どうかな。よっしゃ、あ、太い、太いだけか、太いなすごい太いな、太いだけ系。お腹パンパン。よっしゃ、よっしゃ、ないんだこれで。あ、そうだ。これは行ったかもよ。行ったかもよ。きっちりゼロ合わせた。だ、ゼロ。これ口閉じてくんないかな。口、まあまあまあ、じゃあ行かない。78ぐらいだな。まあまあ78でいいでしょ。コンディションいいな。いい魚だね。相当写真撮りました。さっきの魚写真撮ってない。あ、小野さん逃しちゃった。小野さんのサイズはいいんですが、あれは逃がして。あ、そうですか。かっこいい、ブリブリ、ね、魚ね。はい、今怖い、なんか怖い怖い、なんかこのエラの謎がベロベロって見えるのが。なんかたまにね、寒い時なんかに起きやすくて、寒い時になんかうーって多分凍えちゃうように固まっちゃうんだよね。綺麗だな。流れ早いから蘇生が楽。あ、ちょっと時間かかるからやってて。大野さん、釣ってください。食ったー。もうかけてるし。
怖い、外れた。やっぱ水面に近い方がいいんだね。よっしゃ、バイバイ。78、78か、あと2センチ。大野勇気会まだランカー出てないから、なんか取りたい。やっとハイシーズンに当たった。ここでも、あーしゃくった。やっと入れ食いときゃ。これはないな。今日は94、ロットはロット94です。 MMH おー、サイズ感は、いや、ないと思います。いや、あるかもしれない。いや、ないかもしれない。あー、まあ、60。すこぶる元気だ。よいしょ。ローリングしてる、ローリング。つけてない。よいしょ。はい、ありがとうございます。元気すぎるよ。すんごい太鼓。疲れちゃうよ。鮭みたい。鮭みたいだな、このマス。板マスか。ブリブリだね。ブリブリ。いいね。いや、かっこいいね、この顔ちっちゃくて。イケメン。でっぷり。超でっぷり。腹がすごい。超でっぷり。ビームで降りてきたね。おい。いや、ふっと。この70ないんだよね、きっとね。ないね。短い、これ。もう卵持ってるはず。うんうん、ね。イエイ。イエイ。ありがとうございます。っ、食った。めっちゃ、おー、やば。蘇生越しヒット。でも、今来てます。まあ、来てますね。群れが。よかった、移動しようかなと思ってたのね、さっき当たんねえなって、ちょっと移動してもいいかなみたいな。ね、うん、ね、下に行こうかな。あ、これはちっちゃいんで、これはもうここで外します。結構サイズの、まだ元気いっぱいだな。いい外れ方。スッ。外れていい時のいい外れ方って気持ちいいね、確かに。コウモリじゃない、コウモリ。あ、もう釣りしてたらしょっちゅう。Pラインが大好きで、大好き。として Pラインがハラーっと落ちるじゃん。つまんでくよね。つまんでく。ツンって。とかちょっと竿立ててこんな感じでゆっくりデッドスローで、糸張ってると来ないんだけど、なんかうまくなじませてると多分虫に見えんのか、ツンって。あれ多分足で掴んだよね。いや、くちばしかなと思った。くちばしか、どっちか分かんないんだけど。一回切れたこともあるもん。ああ、俺もある。ある、切られるよね。俺切れたので、ラインが傷つくからやめてってすごい思うんだけど、かわしようない。なんかでもすぐ水の中入れて、そういう時し、その一発目はね、当たりかと思ったよね。お、当たりみたいな。当たりにしてはちょっと違うんだけど、それでも何もないのにツンって引っ張るからさ、なんだって感じ。もうステルスだから全然わかんないもん。よく見てると一瞬なんかパラパラって、あの映画のコウモリのシーンのように目で追えない残像で、あのシルエットが一瞬見えるの。だいたい橋の下にいるから、橋の近くでやってるとよく会うけど、全国どこでもいるよね。どこでもいる。いるとこは。よし。やばい。お、でかいぞ。でかいぞ。お、いいサイズ、いいサイズ。かっこいい。よ、あ、あ。よし、よし。いい、皆さん。プリンス。あ、もう寄ってきてるし。あ、そうでもないか。そうでもなかった。今日一だけど、よいしょ。ふぅ、でも今日一だ。いいね。いや、なんかだんだんサイズ感が、いや、いい感じ。鮭みてぇ、ほんとに。ほんと綺麗だな。綺麗。ほんと綺麗。
鱗模様最高だね。痛い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 。よし、これ70ぐらいだと思うんですね。まだ10センチ足りないんですね。釣りです。よく釣れんな、これ売れてるもんね。あ、そうなんだ、いいですね。どんどん行こう、どんどん行こう。ランカーっつって、ランカーそうっすね、ランカーっつって。あー、強い強い強い。ねえ、ちょっと太めなんで、サイズはね12センチなんですけど、ボリューム感がある。今ロド立ててめちゃめちゃ水面ギリギリ、ほぼトップ、ほぼトップでボーンって出るの見えたんで、すごいな。このポイント楽しいでしょ。いいですね、ちょっとの地形のドキドキ感も味わえながら、ちょっとおかっぱり感ってすごいですよ。あ、向こうのキャストオンだ、近い、でかいだろ。どうだ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 、ゴリゴリゴリ。いやー、言えられない。同じサイズですね。あぶねー、すげえだこ。重さあたりの鮭感半端ない。いやー、なんかいくら詰まってそうだもんね。いくら詰まってそう。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。いや、本当今年一番かっこいい群れだね。どんどん逃がします。地合いなんで。そうなるんだね。これぐらいだったら蘇生いらないんで、もうさっと逃がす。あー、すごいな。もうすごい。けどこれは65ぐらい。鈴木級爆鳥ですね。交互にワンキャストワンフィッシュやってる。完全な地合いだ。これもいい魚、綺麗だな。これあのランカー釣る前に疲れちゃうんですけど。よっしゃー、全部70前後だね。いやー、絶対どっかで混ざると思うけどな。そうなんだよな。あと地合いの問題、地合いの問題、地合いの問題ですよ。ここにいる魚を全部釣るしかない。それが一番いい。ひょっ、本当にこの中に絶対混ざってる、絶対混ざってる。この群れ感だったらアベレージサイズがね、いいのばっかりなんで。リーダーの消耗が激しい。俺も次結び替えだね、次詰めた。もうリーダーが40センチぐらい。もう結城は最近水面直下はガルバーストロングでやっちゃう時が多いですね。ガルバーストロング、ガルバーシリーズ、ね、すごいじゃん。だからやっぱシンキングなのはでかいっすね。は潜る。あ、結構潜るんだ。はい、60センチ前後ぐらいは潜る。あ、そんな潜るんだ、あれ。どこどこか。このルアー早く巻くと食うし、ゆっくり巻くと食うんで、ちょうど食わないで、ちょうど食わない、なんかヘニョヘニョするスピードがあって、それで回収する。そう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 。どう？いやいや、なかなか。よっしゃー、いいねえ、全部いいサイズ。あと何本かけたらランカーになるんでしょうね。いやもういや、まあまだ多分視聴者の人が飽きてくる感じの爆鳥だと思う。まだ30本ぐらいかけないとね、ダメなんで。すごい離脱率が激しかったらどうしよう。こんなに釣りまくってんのにどんどん視
少し離れてる。辛い。それすぎっすね。ランカーに近づく要素が。ちょっと実況したらこう今ターンしております。いいですね。次のキャストからそうしよう。いや、あのね、もう昔は釣れるだけで見たいって感じでテレビ局も YouTube もそういう動画ばっかりだったんだけども、最近の視聴者の人は目が肥えてて、ストーリーなかったらダメだし、だからボートシーバスで昼間鳥山打って入れ食いとかでも全然回んないんだよね。全然需要がないの。あ、それ知ってるみたいな感じ。あ、おかっぱりの人も釣った。いやもうね、水面ギリギリですね。本当水面ギリギリ1センチ下ぐらい。今下流側ターンして、今自分の目の前越えたぐらいでまだターンしてない。今かかり始めたぐらいなんで、本当今さらに水面ギリギリ。どんなアクションしてんのこの時は。もうシンキングペンシルのスローなスイングアクション。スイングスイングと。その辺で当たってるよねさっきから。そうですね、この辺でドン。自分の正面が12時だったら、だいたい2時、1時、2時ぐらいの間、だ気持ちアップで投げて、うん、で自分の前通り越した後ぐらいでちょっと浮き上がってくるぐらいタイミングでボンっていうのが多いです。慣れるとね。流れが速いから、あんまりアップで投げすぎちゃうと、まあ、ガルバの前シンキングだから結構早く巻かなきゃいけなくなっちゃうんですよね。あんまり上に投げすぎちゃうと水を当てないと沈んでっちゃうんで、だ今だったらあんまりアップすぎないぐらい、ちょいアップぐらいでちょっと最初少し早く巻いてあげて、まあ、水面ギリギリキープしながら引っ張って、自分の前通り過ぎたら少しスピード落としてって、スピード落としていかないと水の抵抗で今度動きすぎちゃうので、そこの調整をしていく。いやいい流れだ。今日は高気圧が出てるっすね。あ、月出てきたよ。いよいよ間もなく。あれ予想とは全然違う方向が明るいんですけど。まさかの風が止まったからね。あ、風なくなった。水面が鏡みたいになって地形の変化が綺麗に出てるから。あ、面白いよねこういう中で。なぜか逆流したいぐらいこう巻き返しでそういうラインとかもあって、そういうところに魚刺すって。今日は本当に雲一つないってやつじゃない。よし。ああ、やっぱり2時の方向で。満喫してませんか。満喫してますね。こんなつってんのに。ちょっとスイーツ食べるためのカロリーをちょっと使っとかないといけないと思うんで。ランカーシーバス狙ってみた企画ですからね。こう可能性があるなら。外れちゃった。可能性があるならやるけど。いや可能性は、まあ、でもあるんだよね。このあると思いますよ。これ70アベレージでこんだけ入れ食ってたら絶対出るよね。いや、うん、絶対混ざってると思う。何しようかな、俺もちょっと何かを変えてみようかな。そして全然気温が下がらない。寒い気がしないもん。防寒着が暑いもん。はい、ガボッツ115センチで狙ってみる。キノだったらどうでしょう。この15センチだと今釣れてる魚も普通に食ってしちゃうから全然かわしてないけど。加工も地合いになったんだけど、どうしたい。加工でやってみる。ここでやってみる。いや加工この方が出るかな。いや加工やってみたいですよね。じゃあやっぱり一等していきましょう。加工がそろそろ地合いなんで。なんか違うんですか。ね、地形加工も、ま、やっぱり周りが浅くなってそこに水が集まるとか、そこだけ流れるとか。深い時はまったりしか流れてないけど、浅くなって流れる水路が短いと狭いとさ早いじゃん。そのタイミングだけ食うとか。おっしゃ、かけてしまいました。しかもそういうとこだぞ。え移動しようっつってんのに。いやいや最後の一投って言ったじゃないですか。そんな釣って移動とかかっこよすぎるでしょ。普通釣れないから移動する。
今日一？有機的には今日一だ。おお危ない。よし、わあ今日一の重さです。で重い。やーもう鮭感がすごい。鮭感がすごい。鮭ってんな。鮭ってんな。鮭ってんなって初めて使ったけど。鮭ってんな。初めて聞く動詞で。だいぶ鮭ど形容詞。多分70ぐらいあるかな。ないあるかないかぐらい。70。あでもあるんだな。70。75、4かな。うん。はい。よし。よっしゃ。いやだいぶいい魚だけどね。74で見切って移動ってどんな釣り。もうちょいやるか、どうしようか、悩むな。よし、これ出そうな気がするな。出そうな気がするんだよな。君がいるなら、うん、あなたもいるはず。いい帰り方したね。続行です。俺が8で74でしょ、雪が。まあそれで移動はないよ。80が釣りたいのに。もうちょいやろうよっていう視聴者の声も聞こえてくる。あー出た。わいいんです、全然入って67じゃ乗んなくて。そのための15センチ、5センチトップウォーター。なんかだって狙ってるのは、そうランカーシーバス狙ってみた企画だ。こんだけ釣ってもノーポイントだから評価ゼロです。1時ああどこの花火、ディズニーですか。ディズニーこんな遅くやるんだ花火。8時半だけどね、半ぐらいですね。今日は8時45分なんかイベントやってんのかな。通頭当たんないと移動したくなる気運が。どうですか。あと何頭ですか。じゃああと1頭しましょうかって。またかかんじゃないのこれ。よし、なんか秋だなって食い方だね。強い波動になったらと思って出る感じがね。ごめんなさい、移動ですからね。分かってますよ。分かってますよね。分かってますよねっていう。釣りに行ってる。駆けに行ってるよ。よしっつって絶対言いそう。もう出ないな。次は分かんないんだよね、全然行ってないんで最近。一潮開けちゃったから。よし、でもいるはず。でもね、絶対。さあ行きましょう、移動しましょう。